この番組は肌専門家吉田千春がお届けする美容情報はもちろん、こだわりを持ったゲストトークから魅力的な情報など役立つ内容をワンパッケージにしてお届けしております。本日お呼びしているゲストなんですけども、今日のゲストは数秘ナンバー4番の先生に来ていただいております。4番といえばきっちり安定、正しいものって言ったりだとか、あと、詳しく調べていくとか納得できるとか、そういうものがキーワードになってくるんですけども、常に私といつもお話しさせていただくときに、いろんな情報を正しい内容を教えていただける先生に来ていただいておりますので、 CM の後またいろいろとお話を聞いていきたいと思います。では CM の方どうぞ。本日、お越しいただいた先生は、日本予防医学美容科協会副会長であり、毛髪相談管理士、頭蓋療法制圧療法士で、神谷彩香の代表の中山先生に来ていただきました。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、中山さんは美容室を経営しながら、いろんな講師、はい、やって生徒さんを育成したりだとかっていうのをされてるんですよね。はい、まあ、はい、そうですね。そうですね。そんなに大それたことでもないんですけども。大それてます。はい、しっかり頑張ってます。はい、で私が美容室中山さんのサロンに行かせていただくようになって、はい、多分もう10年近く。そうなんですよ。ちょうどオープンしてすぐ1年目ぐらいの時にお越しいただいて。そうですよね。はい、そこからのお付き合いで。もう行くたんびにいろんなお勉強をさせていただいてるんですけど も、うん、もう話の会話いつも成分の話ですよ。そうなんです。まああまりこう小難しいこともね大変だと思うんですけど、はい、ただまあ僕もまあお店今の愛花、はい、今年で12年目になるんですかね。で、その前は結構大きいサロンさん、はい、だいたいスタッフが400人近く400人いてらっしゃる。だからまあのまあ、エリアマネージャーみたいな仕事もちょこっとさせていただきました。まあ、たくさんのお客様にね、はい、来ていただいてしてたんですけども、まあ、当時僕らも、美容師なんで、はい、基本ちょうどあの頃いたらね、何でしょう、カットが流行ってたり、カリスマ美容師さんがちょっと出てたりとか、はい、よくテレビとかで特集で、いっぱいテレビ出てたりとかですね、はい、そんな時期だったんですね。はい、だからその頭の似合うデザインとか、髪の色はこんなんが流行りやよとか、はい、パーマもこんなんがいいよとか、女の人も女性の方々もみんなそちらへ向いて、はい、されてました。で僕らも当然そうさせていただいてたんですけども、はい、ふと気づくとですね、はい、そのデザインを追いかければ追いかけるほど、はい、髪の毛を曲げたり、うん、色を変えたり、はい、形を変えないといけない。そうですね。そうするとどうしても薬品を使わないといけない。で女性は結構貪欲で、はい、よりこうなんだろう、際どいところの美しさを、はい、求められる、はい、だからもっと強い薬がないとパーマが当たらないとか、じゃあでも手触りも欲しいから、トリートメントをたくさんつけないとお客様納得していただけない、ね、手触り感が重視とか、そうやってデザインを追っかければ追っかけるほど、はい、髪自体はねすごく脆弱になっていく。それがたくさんのお客様見れば見るほど、でおしゃれな方ほど髪が脆弱になってた時代なんですね。でそれででもこんな言い方ダメなんです、はい、美容室ね儲かる。あ、そうなんですか。だってパーマ当てます。カットだけでしたら、はい、当時でも4、5000円かな、でも、パーマを当てると1万円超えますよね、はい、で髪が傷むからトリートメントいたらもう3000、4000取れますよね。だんだん単価も上がっちゃいますよね。じゃあ来月もしましょう、次もしましょう、傷まないから次もしましょうってやればやるほど
髪は元々の髪は脆弱なんだけど手触りは綺麗ですよ。そうですよね。髪の色も日本人独特の黒髪じゃなくてどちらかといえばヨーロッパ系の髪の色にもできますっていうようなのでやってた。だからもうなんだかね、なんとなく僕も辛いですよ。まあ綺麗には見せれるけども、それ もう前ではこう綺麗ですよって言えるんです、はい、実際見た目は綺麗なんだけど、うん、内心やばいよねっていうことも正直もう限界ギリギリの方もたくさん、そうなんですか、もうこれ以上ダメだよねっていう方もたくさん、毛が細くなってしまってる、そういうことですね。いつ切れてもおかしくないという状態までしないといけない時もありました。あで、それもやってはいけないのも辛いので、じゃあどうしましょう、じゃあもう自分のお店作りましょう、いうような形で、まあいろいろそういう経験があったりだとかいろんなもの見てきたからこそ納得できるものを、自分のものをできる感じで、はい、まあ決定打になってるのは、あのこちらの写真に載ってる彼女もあれなんですけど、はい、彼女はどういうことになってた、これはもうほぼ今現状の髪なんですけど、あの正直ここ全部抜けてたんです。ここ全部。何で抜けたの？産後。産後ストレスですか？すごいストレス溜まるでしょ。溜まってるので、その当時10年ぐらい前なんですけど、その頃はまだ金髪が流行ってたんですよ。だからもう赤ちゃんも産後2ヶ月ぐらい、でも一応退院もして、はい、体調も整えて、とりあえずは。したいんだけどストレス、今までこう、はい、お腹にそうです、ね、が出てきたのでストレス発散のために金髪にしたかったですね、はい、市販の分を金髪で塗ったんです、痛いんです、うん、でも毛止めは痛いもんって自分も本人も分かってるので、我慢します、抜けちゃいました。綺麗にこの上がこうどちらかといえば本当にお侍さんの落ち武者のような形になっちゃう。それが徐々に、まあ、この辺がちょっと生えてきたっていう感じなんですかね。あ、もう彼女も10年ぐらい前の、もうほぼこれ以上、もともと毛の細い方だったあれなんですけど、あのどうしよう、で結局はまあ僕らは知識がある分で総動員して、はい、なんとか生え、今の現状までは来てるんですけどね、はい、ただ知らない、そんな毛染めの薬を塗って毛が抜けるなんて誰も信じない。そうですよね、普通に市販で買えるものがいっぱいあるのでね、はい、当然自分で買ってきたものでした、だからこれはダメだねっていうのをなんとかお客様に伝えたいっていう、はい、こういう美容、僕らが美容師としてとか、皆さんがお家で何かしてることも全て気をつけないと、一歩間違えると髪の毛にはすごいダメージを与えるよっていうのを知ってもらいたがいがためにお店を開いてます、でそのお店をオープンされる前に、あの先週お話ししていただいた関先生のところで、あ、そうなんです、僕の恩師というかもう師匠ですね、師匠、ね、はい、ちょうどその以前、もう少し前ぐらいですね、お店を出す少し前に結局スタッフの手荒れで、業者さん荒れてますもんね。そうなんです、もう従業員が400ですから、下の毎年50人ぐらいを新しいスタッフ来るんですけど、当然手荒れで夢断念しないと、ね、たくさん手なんですね、ではその関係でそのアレルギーとかそういうことを教えてもらうためにその会社で、あの講師として来ていただいたのが初めて。そうだったんですね。そうなんです、やっぱり学んでいったらいろんな疑問点が、ね、そこからいろいろ出てきました。これもう本当に出てきました。はい、だからまああの関先生のお話をお伺いしながらいろいろ情報を集中して、で、まあ、いつもね千原さんに来てもらってますけど、はい、あ、こんな話もあったよとか、あのことこういうこともやったらダメねっていうことをお伝えする形になってますね今 ね、はい、でサロン内でこ の水圧療法、はいはい、こちらもされているんですよね。そうなんです、はい、あの結局ね毛染めをします、はい、パーマを当てます、はい、します。でその時に、先週もお話あったかもしれないんですけど、薬品をつける、で結局パーマも酸化剤ってやつです、酸化してしまう、で毛染めも当然
参加してしまう、ね、その言葉先週聞いてびっくりしました。そうなんですか。そうそうなんです。でもね、もう一個だけ言いましょうか、はい、実はあの薬をかけることで、うん、中の方からも酸化がしています。はあ、上から体の中、はい、異物がいっぱい乗ります。ものすごい攻撃力なんです。やっぱり薬品なんで、いくらでも乗れば、うん、乗るほど入ります、うん、じゃあ体は防御反応で活性酸素をドーンドーンとこう出しちゃいます。怖い。だから表のお薬も酸化剤、中も酸化剤で、表のお薬は還元するような、はい、例えば水素とか、うん、あとあのポリフェノール系の抗酸化作用のあるものを上からかければ、はい、見た目上はあっさり取れるんですけど、実は中もそうですよね。じゃあその最後の試合をしてあげたいがために、うん、この水圧育毛っていうような形の運をですね、さしてもらってるんですよ。これは弱い水圧で、うん、頭皮をこう滑らかに、うん、今の最近のヘッドスパとかそういうもんでもなく、はい、うん、とにかく優しい、もう触るか触らないかぐらいの水圧で頭皮をこうずっと、はい、あのさしていただく、うん、この間のごめんなさいね、あれなんですかね、反射区っていうやつが出てくるでしょ、はいはい、反射区のところをずっとなでらかにやってあげることで、本気な本当の意味でのリラックスで、そういう酸化をどんどん還元に戻していくような形で、はい、体の中も処理をさせてあげれますよっていうことを関先生から習いましたね。それをすることで、酸化を還元した状態で最終変えていただける状態を作ればいいかな。当然音楽もできるだけゆったりした、はい、その環境もできるだけお店の中を整えてさせていただけると、うん、見た目も綺麗、うん、で体も中から綺麗っていう。私も一回以前サロンでやっていただきましたよ、ね、そうですね。あの時めっちゃ体調が悪かったんですよ、ね、そうですね。なんかもうすごく結構いつも忙しい、はい、いつもしんどいって聞きます、はい、そうそう、いつも早く休みなさい。そう、美容院に行くのに体調を聞きに行くみたいな感じ。そうです病院みたいになってるやばいですね、はい、でやっぱりその水圧のやつやっていただいたら目がパキって開くんですよね、はい、そうですね。なんかもうすごいここが重たくしんどくなってたのがスカッとクリアになるって感じですね。なんか、ね、眠ってるような眠ってないような境目を約10分15分うん、うん、横になってさせてもらうんですけど、だいたい普通5分間ぐらいでもうとうとした感じ、アルハーハが出る状態になると、はい、1時間睡眠とったのと同じぐらいの効果があるって言われますもんね。そうなんです。だからだいたい皆さんされる方はもう早く寝ようという準備にされてこられるんですけど、はい、あの15分間ちょうどあの学校の勉強が、うんうん、先生の話が子守歌の時のような状態がスコッと落ちる、はい、それが分かりやすいですね、ね、はい、あれでこう体の酸化を美容室でやったことを、うん、薬品でいっぱいやったことをチャラに刺して書いてカラー剤パーマ剤 したことがね、それを全部チャラにして書いていただくような形にできるようなサロンをさせてもらってますね。で、いつも私シャンプーをしてもらうときに、初めて行ったときはすごい衝撃的やったんですけども、シャンプーもすごい独特ですよね。そうなんです。最初本当に僕オープンしたときに、え、あなたシャンプーしたのっていうぐらいより水圧もできるだけソフトで、手もできるだけ、昔今もそうなんですけど、だいたい美容師さんとか毛髪の研究家の方は指の腹で頭皮を洗ってください、うん、頭皮をマッサージしてくださいっていうのは、どっちかというとゴシゴシですね、うんうんうん、ゴシゴシをしましょうっていうような形だったけど、今僕らはさせていただくと手のひら、はあ、手のひら、ここでこれで手のひらでできるだけもう撫でるようなシャンプー、だから泡立ててもう撫でる、だからほとんどこう押されたとか揉まれたとかいう感覚はお客様には伝わらなくて、はい、なんすごかったです。10年前まではいろんな美容院行ってたのガーって現れるような、そうこんなんでしたよね。上から押し付ける、うん、とにかく毛穴の汚れがっていうのはすごく悪者なので、はい、
毛穴の汚れを取るために一生懸命こする、うん、汗をかきながらするそう美容師さんも汗かきながら、うん、でその仕事自体は一番入りたての新入社員がされて、そうですよね、やっぱり気持ち的にこんだけやってくれたから少々下手でもいいかなっていうのもあるので、はい、でも一生懸命こすって一生懸命洗う、うんうん、でもそれがすっごいやっぱ負担、ね、になってたというのが関先生のお話から出てきて、なるほどっていう感じでした。だからああいう風にそっと洗えば洗うほど洗い終わって乾くと毛はふっとする、うん、そうなんですよ。私毛細いので、ね、いつもぺちゃんこになるんですけど、赤山さんのところでシャンプーしてもらったりケアしてもらうと毛がふわっと立つんですよね。そうなんです。だからもう毛優しく、だから今お客様も僕らのところでもできるだけシャンプーは薄め、うん、あのうち儲からないいっぱい使ってもらった方がたくさん売れるのでいいんですけど、でもできるだけもうひどい方なんかやったら5倍に薄めてください、うん、10倍に薄めてください。お水で薄めて最低限泡立つ量、泡が立ったらもうそのまま流してもらったらいいよっていうような、うん、頭皮の皮脂っていうかね、うん、その油さえちょっと取れてくれたらって感じで、そうもう本当に汚れだけで、頭皮は完全に取っちゃうと、皮脂取っちゃうと、うん、またそれはそれで正直良くないんです。うん、多少の油も、とにかく乾燥肌になるお客さん、はい、女性の方が今頭皮も多いんで、うん、それで感染してこう湿疹ができて痒みが出てっていう方がもうすごく多くてなりますもんね。そんな方に限ってしっかり洗っていらっしゃるので、しかもシャンプーが怖いものを使っている人多いですもんね。そうなんです ね、はい、あのシャンプーも結局は先ほどの最初にお話ししたように栄養を与えるシャンプーっていうのは基本皆さんお使いになる。だから傷んだからここに補修する、はい、うんうんうん、毛先が傷んだからそこへいろんなものを詰め込む、うん、で今はどちらかというとちょっと頭皮の方も、はい、頭皮に栄養を与える、与えるっていうような発想で作られているものがほとんど。ところが僕よく言うんです、はい、から僕中年もう50回りましたんでそろそろここが気になるんですけど、そんなこともないですけどメタボリックって言うんですよね、はい、で栄養を取りすぎるとメタボですよね、うんうんうん、ところが髪の毛栄養を与えすぎるとね痩せるんです。へえ、うん、毛は逆に痩せていく、焼けていきます。だから、うん、結局髪の毛自体は吸収する機能はほとんどないです。もともとはこう外へ、うんうん、体の中のいらないものを出してあげたりとか、うんうん、そういう働きなので、うんうん、皮膚もそうなんです。外から何か入ってくるのを防ぐ力はすごくあるんですけど、はい、うんうん、外から中へ入れる力って非常に少ないし、はい、基本的に拒絶するのが基本姿勢、うん、そこへ無理やりいらんもん、いるもん、いらないもん、うん、全部入れてしまえばしまうほどそれを処理するのにすごく負担の場合も多い、うん、だからいっぱいいろんなものをつければつけるほど朝はぺっちゃんこ、はい、うん、ただ触り心地はいいです、うん、表にいっぱいこう、ね、ワックスいっぱい塗ってるので、うん、だから要はお化粧でいうファンデーション、うん、コーティングしちゃいましたって感じ、ね、そうなんです。コーティングしファンデーション塗って基礎化粧品みんなコテコテの状態で夜寝る前に皆さんはシャンプーされてる可能性はあります、うん、洗いました、つけます、うん、乾かします、最後またこれつけます、最後これつけました出てこうお休み、うん、でもお化粧、ゆうかさんのお化粧はね、うん、夜はそんなしないでしょ。しないですね。どちらかというとすっぴん、できるだけすっぴんで寝ます、うんうん、はい、でも意外と髪の毛だけは別になる。そうですよね。トリートメント剤塗って、なんか乾燥しないようにみたいな感じ、ね、塗って、それがどんどん毛を痩せさせてしまう、かえって意外と痩せさせてしまう。必要な方には必要な量だけつけないといけない、うんうんうん、それを見分けるのが僕らの本当の意味での美容師さんの仕事なんじゃないかなとは僕は思ってます、はい、でも、はい、だってそれを教えてくれる美容師さんってなかなかいないですよ。地味なんですね。地味なんですね別に撮影に来るわけでもないしかっこいい格好でできるわけでもないんやけど、ただ基本それを知った上で、はい、すればマネキンのにカツラをするんだったら何を使ってもいいと思う。生身の人間の頭の上でする仕事なんで、はい、そうですよね。そうなんです。だからそれをなんとかね、うん、皆さんもご理解いただけて、はい、まあちょっとでも興味を持っていただけたら ね嬉しいなと。そうですよね。で私いつもこの写真のようにカラーリングするとき、ね、そう
水素球これはもう、はい、画期的やと思います。どういうことなんかと言いますと、はい、毛染めしてる最中当然頭にも毛染めの薬をつけてるからそれは皆さんよくわかるんですけど、はい、嫌な匂いってがしないようにとかいうのは市販の分いっぱい売ってるんですけど、はい、匂いって刺激臭、はい、カラーリングの匂い、あの中にもいろんな有害物質が入って、うん、実はツーンとするのはアンモニアの匂いなんですよね。でそのアンモニアの匂いを吸えば吸うほど当然不快な感じでしょ。あの時は目かゆくなりますもん、直に肺に入って、はい、すぐ薬品がここで入ってきますんで直撃する、うん、でその匂いがしないのって何なんって言ったら、はい、匂いが出ないように毛の中に閉じ込めるマスキング剤っていうような形っていうことはそんだけのもんを髪の毛の中から逃がさないよ、はい、であれはこうアンモニア臭のは外へ出ていくので、うん、髪の毛にとっては、うんうん、最終きれいに処理してあげると、はい、なくなっちゃうんですよ、うん、ところがマスキングって言ったらこう中に閉じ込める。じゃあ逆に匂いしないカラーリング剤の方が怖いんですね。実はそのままずっと薬をのせたままうろうろしてる可能性もある。でこれも何がいいのってな、はい、水素、はい、あこれねこの水素ね、はい、やっちゃいますね。水素は結局そういう酸化するような形の分を一気に還元する力ありますよね、はい、だってもう全然目しみないですもんね。そう刺激するっていうことは酸化する形の形になるので、はい、うんうんうん、だからもう絶対カラーリングの時は水素吸入する。そうあれもすっごい贅沢ですけどね。自分のこのサロンでやりとかってたまに言うんですよね。そう、まあ、すごい贅沢。もう水素がこれでわーっと広がった状態どん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 潰すんで、その時点で匂いもどん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 潰れていってしまうので、なんかもう本当に敏感な人は絶対やってほしいですよね。できればそうなんです。だからもう毛染めしてこう、でもねそんな人やったらダメなんです。あ本当はね。そうですね、もうカラーリング自体がね本当はしないと思いますね。吉田さんもほんまやったらダメなんです。そうなんですよね、うん、でも綺麗にしとかないといけないし、はい、真っ黒の髪じゃ皆さんの前に出るのもね嫌ですし、ね、黒が見てもいいですけど、ね、だからできるだけの範囲内で吉田さんがセーブ、これでセーフっていう単位内だけで、はい、うん、だから、うん、危ない時は今日はダメやねっていう話もよくします。地肌がちょっと赤くなってる、ね、ちょっと似てたら今日はちょっとやばいねっていうのも正直あります、うん、言っていただきます。だから一応1万円ぐらい僕今日はパスやけど、まあ、買った4000円だけにしとくかっていう時もあります。でもあえてそれができる環境のお店を作りたいなと思ってた、ね、だから信用できるからずっと長く通えるんですよね。ありがとうございます。もうとても緊張しますから、ありがとうございます。、ね、そういったね、で中山さん自身もそういったサロンさんを増やしたいっていうので講師業をされてたりだとかいろいろ皆さんにお伝えされてたりだとかするんですけども、池田にある美容室になりますので直接中山さんに髪の毛を触ってほしい、髪の毛見てほしいっていう方はぜひ髪やあえかで検索していただくと見ていただけるようになると思います。なってると思います。Facebook ページかな。Facebook ページか、なんかそうですね、はい。はい。ではそちらの方を見ていただけたらと思います。はい、はい。よろしくお願いします。はい。ではこの後近藤芳美さんのお話になります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。スタジオセブンカラーズ。駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ。歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど。壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備でさまざまなご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。皆様こんにちは、ナースよしみの体の秘密綺麗の秘訣の近藤よしみです。第12回目は8回目の施術についてお話しさせていただきます。施術を開始してから70日目になります。この頃から周りの方からすごく赤みが引いてきてお肌が白くなったねと言っていただけるようになりました。そして旅行に行くことがあったんですが4日間恐る恐る日焼け止めを塗っていました。でも炎症が悪化することなくトラブルも起こりませんでした。以前はつけるのも痛い状態でした。そして
無理につけると炎症が悪化してしまっていました。それがトラブルもなく過ごせることがとっても自信につながりました。自分のお肌は少しずつ強くなってきていると思うと、またそれが目に見える形で現れると自然に笑顔も増えていきました。そして周りの方からの良くなってきているね、白くなってきているねっていう言葉でさらに嬉しくなりました。手触りも良くて自分のお肌じゃないみたいに柔らかくなって、感触も良くなりました。そしてお手入れをすることがありがたくなってきました。こうやって皆さんの声は私の励みになりました。そして今回のワンポイントアドバイス、前回は女性ホルモンの、エストロゲン酸についてお話ししましたが、今回はもう一つの種類のプロゲステロン酸についてお話しさせていただきます。このプロゲステロン酸は生理周期を28日として14日目から28日目を担当してくれています。このプロゲステロン酸は別名母のホルモンと言われています。この排卵を境にして新しい命を守り育てようとするように体が働いてくれているのです。ですので赤ちゃんに栄養を与えようとしてたくさん食べたくなったり、水分も与えようとしてむくみやすくなったり、お腹の子を守るために敏感になって反応してしまったりします。私たちの体って本当にすごいですよね。こうやって生理っていうのは起こります。ではまた来週。今週もご覧いただきありがとうございました。番組に対するお問い合わせや、そういったものは Facebook ページ Ask for Quality まで、お寄せください。皆様の、上質なお時間へとお役立ていただけますよう、次回も、ぜひご覧くださいませ。では、また来週もお会いいたしましょう。ありがとうございました。